おはようございます。そしてお疲れ様です。今回なんですけどもね、ですね、今回はね、私ね、まあここ最近ね、仕事で嫌なこともございますし、まあ当然ながらね、誰もが思ってることなんですけどもね、うん、誰もが思ってることなんですけども、やっぱりね、私唯一ウォルトチェーンだけつけてるわけなんですよ。うん、でね、今回はね、仕事で嫌なこともあったりね、帰宅してですよ、晩ご飯食べてですよ、晩ご飯食べてね、明日も仕事だなとかね、嫌だなとかね、思うとき誰でもあるでしょ。うん、まあ、その時にですね、もう唯一ね、私今楽しんでるのはウォレットチェーン選びなんですよ。明日何のウォレットチェーンつけていこうかな、シンプルめがいいかな、ゴツゴツ系がいいかなとかね、そういったことをね、そういったことをですね、を考えてですよ、ある意味ね、頭の中のね、切り替えといたしましてですね、そういったことで頭切り替えてね、仕事の嫌なことを忘れたいがためにですよ、うん、私はですね、ウォレットチェーン選びをして楽しんでおります。うん、本当に楽しんでるわけなんですよ。それでですね、今回はね、ちょっとある意味ね、私ごとのお話ではございますが、あのね、やっぱりね、ウォルトチェーンってそんなに買えないでしょ、高いでしょ、そんな何本も いらないでしょ、ぶっちゃけね。うん、で今現在つけてるチェーンも結構なんとか使ってるんですよ、ずっとね使ってるんですけども、ちょっとねごつかったりね、うん、ちょっとアレンジ加えてウォレットハンガーつけてみたりとかね、いろいろ考えるわけなんですよ。うん、いろいろ考える中でですね、いやー、やっぱ明日ケル、やっぱり明日はね、ケルト&コブラっしょということでですね、ケルト&コブラのロングをね、ロングを使ったりとか、チャー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 音鳴らしたわけなんですよね。ね、そしてね、いやー、ちょっとね、細めにね、行きたいなーとかね、細めにシンプルにね、使いたいなーとか思ったりとかね、してきた場合は、クロマハースさんとかね、ちょっとね、細い目のチェーンをつけてですね、ね、楽しんだりとかもしますし、やっぱりその時とその時の、私の気持ちにと、気分にとって、ちょっと、バレルが細いなーと思ったら、ローラーのね、クロマハーツさんのチェーンをつけてみたり、ちょっとね、もうブランド志向は嫌だという時にはですね、ノーブランド的なね、ウォルトチェーンを使ったりもいたしますし、だからですね、私はですね、そういった意味で楽しんでるわけなんですよ。ちょっともうロングいっちゃえということですね。もうケルトアンドコブラのね、80センチぐらいのね、もうチェーンも使えますし、そういったことでですね、私結構楽しんでおります。本当にぶっちゃけね、仕事でね、嫌なこともございますので、だからこそですよ、こういったね、ウォルトチェーンをね、ね、使ってですよ、楽しんでるわけなんですよ。でね、まあ仕事帰りとか帰宅するとき、仕事から帰ってくるときにね、まあ当然ながら、ね、まあ出勤するときもね、出勤するとき行くんですよ。で帰りのときも行くんですよ。そのときたまたまね、ウォレットチェーンをつけてる方とかもいてある方がね、おられるわけなんですよ。ウォレットチェーンをね、うん、つけてる方がね、おられるわけなんですよ。でやっぱりその時に思うわけなんですよ。つけていただいて本当にありがとうございますね。心の中で思うわけなんです、本当に。
当にね、そういったあの通りすがりの方を見ますと本当に嬉しい。でね、それをするのが、それをね、やっぱり楽しんでる雰囲気もまた好きなわけなんですよ。それで私はですね、もうウォレットチェーンは必ずつけるようにもしますし、で過去の動画では言ったんですよ、全くウォレットチェーンなんてつけてませんっていう動画もあったと思いますが、もうここをね、ここ最近はずっとウォレットチェーンつけておりますので、まあ、ほとんどカバンの中にね入れてるわけなんですけども、やっぱりね、やっぱりですよ、通りすがりの方を見てですよ、ウォレットチェーンをつけてる方がねおられた場合ね、いやー素晴らしいなーってね思うわけなんです。うわー、つけてくれてあるってね、もう何でもいいんですよ、ノーブランドでも何でもいいんですよ、もう腰チェーンですよ、腰チェーンをねつけてる、ウォレットチェーンをつけてる方が見かけますと、やっぱりね、もうね本当に楽しい。もう仕事なんでもうポーンって忘れちゃいますというぐらいね、本当に嬉しいのと楽しいわけなんですよ。もう私あの見てるだけですよ、見てるだけでそういう状況になりますので、今回はねちょっとごめんなさいね、こんだけブワーって話しましたが、ちょっとね今回ちょっとある意味愚痴でもございますが、まあウォレットチェーン選びといたしましてですね、ウォレットチェーンの選び方といたしまして、私はそういったねことでですね、夜とかね晩ご飯食べた後、楽しんでね、あの選んでね、今日は何つけていこうかなとかね選んでね楽しんでるわけなんですよ。どうしようかな、明日これにしようかなとかね、そういったことを含めましてですね、今回はこれにて終わりたいと思っております。またコメントもね、こういったコメントもねなんかね受け答えもしたいと思っておりますので、何かね一つでも何かね気になる点がございましたら、またコメント欄寄せていただきましたら、またコメントもね反映させてですね動画アップロードしたいと思っておりますので、何卒よろしくお願い申し上げます。そしたらもうお時間ですので、これで失礼いたします。ありがとうございました。